号という楽器です。こんにちは。これはアゴゴという楽器で、4つのベルがあるんですけど、それを叩いてメロディーを作る楽器です。叩いてみます。続きまして、初夏亮です。こんにちは。これは初夏亮っていう楽器で、あの4つの音を作り出す、のこういう強い腕を振って、あの音を鳴らす楽器です。ちょっとやってみます。次はタンボリンです。ありがとうございます。じゃあ次が、ヘピーキという楽器です。はい、次に紹介するのはヘピーキという楽器です。サンバの王様と言われていて、短いソロを叩いています。音はこんな感じです。会社っていう楽器です。こんばんは。ありがとうございます。この楽器、会社という楽器になります。ドラムでいうところのスネアドラムみたいなものがなってまして、で上にあの響き線という線が張ってある楽器になります。じゃあちょっと叩いてみます。スルゾーという楽器の紹介をします。はい、最後に楽器紹介をするのはスルゾーと